皆さんこんにちは、くるみです。今日は予定が少しあるので、その前の準備を取っていこうと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。最近私たち2人ともハマっているベリーとハーブのデトックスウォーターを飲んで準備をしていきます。はい、ではドレッサー新しくしました。ミラーがついている天板は普段は閉じてデスクのように使うこともできます。そして奥の方には深さのある収納スペースがついているので、このように高さがあるものもきちんと収納することができます。こちらはアンティポディスのアナンダという化粧水です。ニュージーランドのオーガニックブランド、ふんわりとローズの香りがするお気に入りの化粧水で、メイク前に使っています。メイクの上からでも使うことができて、すべての肌タイプの方に使うことができるという化粧水です。お肌はエトボスのモイストバリア BB クリームを使っていきます。前回のメイク動画でも紹介したものです。最近はもうずっとこれ一つで済ませているんですけど、肌の揺らぎとかがなくなったような気がします。ちょうどいいぐらいのツヤ肌になるので、お粉とかはせずにこれだけで済ませています。石鹸で落とすことができるので、肌への負担も少なくておすすめです。続いてアイブロウペンシルです。皮脂と同じ肌の潤い成分とミネラルでできているので、こちらも石鹸で落とすことができます。リップを塗った後、今日のチークはこちらグロシエのクラウドペイントのダスクというカラーで、もうとっても可愛い色でお気に入りです。お土産でもらったもので、最近焼けているので、これがちょうどよくてよく使っています。アイシャドウはエトボスのミネラルマルチパウダーのヘルシーオレンジを筆でのせていきます。まぶた広範囲に広くのせています。で、下まぶたにも立体感が出るようにのせていきます。はい、そしてナチュラグラッセのアイカラーパレット、こちらは限定カラーだったので、もう今は販売がないかもとは思うんですけど、ゴールドとブラウンの混ざったようなカラーを二重幅にのせていきます。今日はマスカラはしないので、ビューラーでしっかりと上げていきます。リップは RMS のブレインティーザーです。こちらも肌なじみがすごくいいカラーで、少しマットな質感なので、つけすぎず指でなじませていきます。はい、メイクが終わりました。
続いてこちらニールズヤードというイギリスで30年以上前にできたオーガニックのブランドで、サスティナブルだったりオーガニックだったりの原料にこだわって作られている、こちらはアロマオイルです。そしてこちらは以前も動画で紹介した除菌ができるキレイウォーター、持ち運びしやすいサイズなので、これらをポーチに入れてバッグに入れています。今はいつも通りの服装、ルームウェアなので、今日ちょっとワンピースに着替えようと思います。こちら先日の購入品動画で紹介したセレクトモカのワンピースです。中にはリブの T シャツ H&M のものを着ています。こちらは最近夏のお洋服に合わせて身につけているアクセサリーをいくつか入れています。今日はお気に入りのサンキストのラブリーピアスをつけたいと思います。サンキストのアクセサリーはもう同じ商品でも色合いとかが微妙に違って一点物ですね。すごくお気に入りです。そしてよく質問をいただくこちらのネックレスなんですけど、チェーンの部分は24金のもので、ヴィンスジュエラーズというグアムのお店で購入しました。そしてつけているペンダント、こちらは小さいベビーリングなんですけど、私が生まれた時にプレゼントしてもらったもので、誕生石のターコイズのリングで、お守りのように肌身離さずつけています。はい、では洗面所に来ました。今から髪を整えたいと思います。ケラスターゼのヘアオイルを使って髪をしっとりとまとめて、今日はピアスを目立たせたいので一つ結びでタイトめに結びます。はい、ではお出かけの時は毎回持ち歩いているマイボトルにお水を入れていきます。こちらのステンレスボトルはリリービーアップというニュージーランドの主にエコラップ、蜜ろうラップを作っているところのマイボトルを使っています。こちらの写真の右側にあるくるくるっと巻いて立てているのがエコラップなんですけど、たくさんこんなに可愛い柄もあるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、それではとっても少ないですが今日のバッグの中身です。サンキストのポーチに先ほどのアロマや除菌スプレーや今日使っているリップを入れていて、こちらはエコバッグです。とっても広がって、この見た目からは想像がつかないぐらいたくさんの荷物が入るので、こちらを使っています。そしてコットンの手作りマスクです。バッグはフィフスの購入品動画でも紹介したこちらのネットバッグです。それでは荷物を入れて出発しようと思います。本日も最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。